His crosses are very dangerous indeed, and it's a great goal! Tremendous work from Marcel Schäfer, the man that delivered and supplied to Edin Dzeko, makes it 2-1.
なんか不満がある選手がいたらそのままベンチに座ってたままとかね、そういうのも正直あるしね、今まで、まあ、見てきてもね。だからそういった意味でそういうのが今回全然なかったし、ポジション取りが激しい、揺れるところ前半17分、日本今日も本田のゴールで先制。素晴らしいゴールでした。日本1対0リード、遠藤だ、変化する、よっしゃー、中、よし、3点目、3対
てしまった。転がして決まってしまった。パラグアイ。代表2試合目、22歳の吉田が起用されました。かわしてシュート打ってくる。日本先制されました。前半まもなく45分になるところ、ヨルダンに先制を許しました日本。無得点のまま迎えたロスタイム。ショートもらいに来てくれないかなっていうのは思ってたんで、その中でハッサンがうまくショートコーナーをもらいに来てくれて、中がしっかりクロスを上げてくる。ヘディングシュート、追いついた。吉田のヘディングシュート、同点。敗色濃厚のチームを救ったのは1メートル89センチの吉田。もっとみんなで意思統一していかないと厳しいかなと。上の世代と下の世代がなんかちょっと距離があるというか。ヨルダン戦に入る前のベンチの雰囲気は最悪だったぞ。ちょっと落胆したような、怒りが取りすぎた。試合に挑む雰囲気ではなかったの。まあ緊張感がなかったり、まだまだ入りきれてなかったかなと思うんですけど、僕が思ってるくらいだから、やっぱり多分みんなも感じたと思うし、やらずに優勝できればそれはそれでいいと思いますし、やる前に一人一人がそういうふうな気持ちを持ってやっていれば何の問題もないと思いますけど。昨日の記者会見でシステムを作っている最中にあまりいじりたくなーと岡崎が抜ける。オフサイドは浮かす、そのままゴールか。日本先制点。オフサイドなし、日本先制点。あー、前田、前田この大会初ゴール、3対0。
サイドに上がっているエレサイード、セバスチャンかわしてシュートに行った、まあ、前はあそこのあんなに間合い取っちゃダメだと思うしね、ああいうところはやっぱり本当に潰さないと焦ってますから、これ落ち着いてね、行けば絶対浮かせて裏を狙った、岡崎チャンスだ、取っただろゴールよし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 、ついに香川のゴールが生まれました。岡ちゃんも子供生まれて気合入ってたから、岡ちゃんのゴールでもいいかなと思ったんですけど、まあ結果的に自分のゴールになったんで。吉田が行きます、12番のアフメド、吉田はすでに今日の試合イエローカードをもらっている、そして2枚目レッドカード、切り替えたままだったらよかったんでしょうけど、ここでもう一回行っちゃいましたよ、ふざけんな吉田、よーっと吉田日本勝ち越されました、そこが一番惜しいな、フリーキックで失点、吉田が退場になったその直後、日本やられました。Nowhere in particular, Hasebe was fouled surely Hasebe。まあ一人少ないんでね、もうとにかく走んなきゃいけないと思ったし、多少のリスクは負っていかないと、点を取りに行こうっていうメッセージでもあったし、周りに対するね。とにかく顔上げてやろうっていう話をして、本田裏を通してくる、抜けたか抜けたか、前を向いた香川だ、シュー決めた、しかが日本追いついた、よし香川の今日2ゴール目、日本の10番の得点で追いつきました。もうこんだけの選手いたら10人でもカタール相手に全然逆転できるな、あの黙らせてやろうかなっていう風なのは思いましたよね、その時強く。誰も諦めてなかったと思うし、いや苦しかったですけどね、やっぱりやってる方は。実際やってる方は意外に冷静なので、まあ、見てる方は時々ヒヤヒヤしてたと思いますけど、まあ、時には10人になった方がいい試合する時もありますし、まあ、それをやればいいかなと思ってましたし。10人の日本が遠藤です、おーファール、ファール、ファールじゃないの、17番の長谷部が抑えた、シュートが抜いた、香川おー PK だ、 PK だ、シュートが入った、 PK キャッチをした、ゴールゴール、よしよし、若き日本の選手たち、いいぞ、この苦しい戦い見事に勝ち越しました。アジアカップ準々決勝、日本最後決めたのは井ノ原、後半の44分、値千金の勝ち越し点、ハスさんには試合中から特に縦パスを見てくれって言ってたんで、シュート性のパスは、まあ、どちらかというとまあ普通に出せる、まあ、その辺はちょっと自信あるんで、まあ、自分の中でまあ普通のパスかなっていうのはありますよね。アルバルト・ザカローニパンチしてエアカタールDejection for them, but Japan have been asked some really big questions. Zaki, 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 Zaki!いやもう信じ取ってくれたのもすごい嬉しいし、まあ井ノ原もね、今日出て、まあ結果残してね、まあ本当に非常にチーム一つになって戦ってる感じがするんで嬉しいです。韓国が1点先制、長友だ、長友のオーバーラップだ、長友が仕掛ける、長友こぼれたシュート、追いついた、前田だ、よし、細貝だ、細貝が決めた、あそこ走っても多分100回とか1000回やって1回来るか来ないかっていうボールだから、それはあいつはやったわけだ、結果オーライということで、はい、川島トライ、
止めました。完全にゾーン入ってますね、鹿島。日本勝った、日本勝った、韓国を破って決勝進出。自分が決めたら勝ちっていう場面も本当これから先もなかなかないと思うし、長友入ってきた、フリーだ、ほらほらほらリーだろ。やっぱりこういったね代表チームがいるっていうことを誇りに持っていただきたいなと。本当に素晴らしいチームです。ありがとうございます。まあ、このチームをまたまだ温かい目で、ずっと見守っていってくださいとお願いしたいです。ありがとうございました。本当におめでとうございます。ザッケローニ監督でした。Thank you.
Didier Drogba about to make his entrance. And it's Bonny! The equaliser for Ivory Coast! It's a tough one! こそね、長谷部みたいなリーダーシップが欲しいんですけど、だからもういないんだから、みんながもっと声かけてね、やらなきゃ。香川。ロングボールイン、it's played back across. Oh, what a horrible miss for Ottawa. Great composure. Oh, the shimmy, the dummy. A sublime finish.これが僕らの実力だと思います。あのワールドカップでも負けて、あのアジアカップでも結果を出せず、まあ、しっかりと僕らの実力だったと受け止めて、それが関係なく勝ちに行きたいと思います。ラビットは勝利だけですね。ラギアニ。それだけです。レアリストのプレープレーアグレッシブ。デュエルは彼らはかなり激しいです。それに対してフィジカルの戦いで彼らに応えなければいけない。ポジション。16% が 18% の選手どう思いますか、ね、野球国旗サバパーだけ。何かおかしいですよね。シャバパー。絶対おかしいですよね。世界一の選手がこうやってるわけですから、理想は 10%、12% はギリギリですね。森重という選手もですね、丸山もいましたけども、ちょっと私は満足することはできませんでしたね。きっと、守備に戻るとかですね、守備をしっかり頑張るというところはないですね。ただ A 代表はどちらもできる選手が必要です。まあ彼とはちょっと冗談言うんですけども、レスターにいる時は君は守備的ミッドフィルダーだね、もしくはセンターバックだね、 A 代表は違うよという話をしています。ここで一つ言わなければいけないですね、金崎ムーのことですね。このような行動を取るとナショナル A 代表にはルフェルナポール、入れません。イエナガ、家長とかもそうですね。ボールを持った時に違いは作れますね。しかしボールがない時には止まってしまってます。で、大島も離さないし挨拶もしに来ないですね。そうじゃダメですね。大島がハリルのやるサッカーに全てを服従して選ばれていく、そのことの方が僕は恥ずかしいと思ってるんで、自分を貫いたと自分、僕はもうハリルさんとあの孫田さんの間に挟まれてました。非常に強い、我々のキャプテンです。彼なしのチームは現在考えられないです。
レッズでドリブルでダーッと上がっていってシュートするっていう印象は持ってたんですけど、アグレッシブさ、攻守にわたる連続性、一つのプレーで終わんない、まあ、これは貴重だと思ってますね。強さを持ってますよね。セットかやっともいてほしいところにいますし、僕としてはすごい助かります。山口も東アジア選手権で素晴らしいパフォーマンス見せてくれました。いかなるところにも行ってしまうところがあるので、特に守備のところですけども、まあ、頑張り屋さんなので仕方ないところで、若い選手で井出口という選手もいました。ただ右にも左にも前にも後ろにも行って頑張ろうとするので、パワーがないんですけども、自分の体をもっと強くしなさいと。そして小さな頑張る選手、10センチもちょっと高ければですね。彼なしのチームは現在考えられないです。
まあ、2失点目に関しては、ね、個人的な、ミスもありましたし、まあ、非常に責任を感じまして、ね、監督はきちっとけじめを取っていただけますか。よろしくお願いします。彼なしのチームは現在考えられないですね。吉田に関しては経験もありますし、成熟している選手なので、このチームにかなり戻らせてくれると思っています。
長谷部さんがいなくて負けたって言われたくなかったんで勝ちたかったです。もう声が出ないです。関して不安ではないですね。なぜかというと彼の経験、メンタリティをしてますから。ロシアもアレ日本はまだメッシー。行こう日本、ありがとうございました。応援よろしくお願いいたします。ただ右にも左にも前にも後ろにも行って頑張ろうとするので、そういったところは少し、They were defeated unexpectedly by the UAE, and of course Socceroos will be looking for a win for the first time on Japanese soil.Book a ticket to Russia. Ball down the line here. Ball in the corner. Akuchi got to it. Got to keep their composure. それから乾、ロジカルだと思います。まあ、クラブとですね、代表の役割違いますから、しっかり説明しなければいけませんけども。スコアできました。長友から浅野。先制だ。背後に一番最初に動き出せる選手だなと。マサノはですね、A 代表将来に絶対に必要、そういったことも考えてます。Hard battle between these two sides. We've seen it in the past as well. So we'll see a few yellow cards dished out.ただ右にも左にも前にも後ろにも行って頑張ろうとするので、そういったところは少し、僕の両脇のスペースが結構空いてたんですよ。で結構そこに相手の選手が入ってきて、案の定ちょっとたまんなかったんです最初。
2人呼んで、うん、ちょっとこれハマってないから俺はボールサイド行くから逆サイドの皆さんもうちょっとこっちに下がってきてってボランチのやつ、うんまあ、そういう話してまあそれをちょっとうまくこうぼかしながらやったんですけど、最終戦初戦で敗れて、まあ、敗れたチームはなかなか、まあ、ジンクスがあり、まあ、そういう中でも、このように覆してきたのでまた、僕たち大きいことをしたいと思っているのでまたサポートよろしくお願いします。まあ、本当に予選戦ったからワールドカップ出れるという選手は誰もいないと思うのでまた新たな、まあ、戦いといいますか、ね、そういうものも始まるんです。また頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。楽しい。